お疲れ様です。今日はですね、こちら最近流行りのゴブゴヤ入りメガネ作りやっていきます。というわけでこちらめっちゃ簡単です。はい、ゴブゴヤ置いて、後ろからねスケキンザッピー出してスキャル打つだけというね、もうシンプルな、ね、デッキとなっております。まあ、マルチ上位で使われるので、そこそこに強いです。だいぶ強いです。はい、ということで、ね、やっていきましょう。マジで小屋置いて、相手が攻めに来たらメガナイトで踏むなり、まあ、スケキンで回収するなりみたいな、基本的に場にねゴブゴヤずっと出していけばなんとかなるよっちゅうデッキですね。はい、でスケキンと、まあ、ネクルとかのね相性もいいので、というわけで、お前なんでクエイクやねんと、クエイクはねこうやっぱゴブゴヤとかからするとまあ本当嫌なカードなんですけども、おこれはね行っちゃおうかなーつって、そのクエイクデッキに対してはやっぱネクロとかこうはカラフルだね相手のデッキも、まあ、ネクロとかメガナイトとかなんかユニットの処理がね相手からしたら結構厄介だと思うんで、まあ、ゴブゴヤは刺さらないんですけども、まあ、ゴブゴヤをおとりにしてね、ゴブゴヤにクエイク打ったらあなたじゃあスケキンザッピーネクロスキャラとかのね形どうやって抑えるのってなるので、まあ、これもおとりです。はい、なのでこっからは同サイドには出したくなかったんですけども、ちょっと一回だけロイホグクエイクですね。しかもなんかババマスケゴブリエリスピめっちゃきつい、めっちゃきついように見えて、まあこっからみたいなとこありますね。マジ形組んでしまえばなんとかなります。てかまあチャンピオンのその最強、やっぱこうねマイティって言われてた時期もあれば、ゴルナイがやべえとか、まあ着衣は常に強いのとかもあるんですけど、個人的にこいつこの骨のね王様めっちゃ強いと思ってて、てか、間違いなく強いんですよ。ほんとに、ちょっとアンケート取りたい。チャンピオン最強は何ですかと。スケキンとか思ってるんですけど、僕。まあ、理由としては、圧着よりも、使われる量が幅広いですね。よいしょ。まあ、ゴレスケキンもあれば、なんだろう、普通も遅延スケラとか、まあ、スケラデッキにスケキンも入るし、ラバとかにも入ってくるし、なんだろう、ジャイスケキン。だから、スケキン、入ってくる幅が広いんですね。まあ、圧着衣とかもぶっちゃけ何のデッキでも入るぐらい強いんですけど、圧着衣よりも、なんかね、迫撃ディガーとかにも入るし、圧着衣も、組み合わせのね、幅がものすごい広いと思うんですよね。あ、これマジでやべえかも。そして一旦ね、してます。マザニク。さあ、で、ここにはしっかりメガナイトで踏んであげる。今回相手がクエイクだからな。てかもう、これスキル打って山山打ってももう終わりっすよ。どうでよいしょ。で、タゲがメガナイトに行って、ねえというね、マジ守って打つだけ。で、これ相手がね、クエイクだったんで、小屋残んなかったんですけど、まあ、ポイズンとかファイブだったら、小屋も残るし、小屋に打ったらね、ザッピーですから、すべて止まりませんよ、というわけで、まあ、メガナイトスケキンっていう、この、2枚立てがね、優秀ですね。さあ、よろしくと。いう感じかな。で、まあ、ヤナメタルなんで、マザネクとか、あとはなんだ、まあ、ウィザードとか来ると、ちょっと嫌なのかなと思うんですけども、結局、そのヤナメプラスの、まあ、タルババだとか、まあ、自陣でメガナイトで踏めばいいんで、あ、マザネク持ってなと思ったら、もうスケラをね、出さない。スケラ出さずに、もうメガナイトザッピーとかでね攻めちゃう。メガナイトネクロとかスケキンとか、あ、これやべえかな、めっちゃ走ってきそうなんだけど、全然走らんの、あなた。おや、走ってくるよね。さすがにこれは延命したいんで、走ったところで蓋してあげて、おまじスケラ打つだけで絶対厳しいっすよ。まあ、トレーニング筋機能もあるんで、さすがにここは攻めてあげて、にょーエグ入るくね、エグ、え、やりすぎちゃう、これはもう走るだろ、間に合え、おじさん対決。さあ耐えます。まあ、今回の相手はねエレジアイなので、もうゴブゴヤ置いて低めザッピー置いとくだけで、まあ、守れる。であとスケラ打ってヤナメ打つだけっていう、もうシンプルですね。
まあ、マックスジャーのゴルネですね。はい、もうゴルネも強いんですけどね。スケキンほどじゃない。ソウルコール。2コスだけども、スケルトンの量がね、1体減ったとかなんか調整ありましたけど、1体減ったとかもうどうでもいい。あと3体ぐらい減ってもね、ぶっちゃけ強いんじゃねえかって。お、マジで。お、マジで。お、もうガチでやばい。ガチでやばい。え？見てわかる、ゴルネンのぶっ壊れ。え、でもスケキンなんですよ。まあここはもうね、行ってもいいんですけど、まあ、行く理由がないっていうね。これでも5秒置いたらね、間違いなくライトニング来そうなんで。ちょっと一旦ね。まあ来るんですけど。まあ来たら来たで、この次のね、ユニット全部残るんで。セラメ打っちゃって。で、スケキンのちょっとスキルこの辺で試させてもらってね。まあ走っちゃうけどね。スケキンのソルトしとく？はい。まあ防衛でも強いよと。で、スケキンが行かれても、メガナイトがいるので、これも、撃ったら終わりじゃねっていう。逆に終わんなかったら俺がやばいよねっていう話ね。はい。はい。スケルトンラッシュはランダム分けです。はい。ランダム分けなので、誰が強、使っても強いよねっていう。スケラマジでね、めっちゃ好きなんですよね。そう、大会でも、よく使われるし、ね、僕も使うしね。スケルトンラッシュはもう使えた方がいいというか、まあ使った方がいい。もう使い得です。ランダム分けなんで、どんだけ上手いプレイヤーにもダメージが刺さってます。はい。スパーキー来た。スパーキーの受けはね、この時ねえな。ねえ。防衛スケラで、やるか。まあ、低めザッピーからの、メガナイトで踏むとかだね。ネックルとか出せてたら使ったら、一旦これ五分五分焼きにしたいな。ザッピーに行かれそう。あ、お、マジで。いや、おかしいってしてて。マジで、今の、疑惑じゃないですか、だいぶ。うわー、いてー。なんか、メリって。ウィザードに結応されてたなぁ。いてー。さあ、まあでも今のは事故みたいなもんなので、ちょっと次はそのダメージを防いでいけば、まあなんとかなるっしょ。ゴルナイン来たらね、いや、ネクロがね、ちょっとゴルナインに、ちょっとだけ弱い。ちょっとだけ。まあ、走ってきてネクロを殴るところでメガナイトで踏むかスケキンで蓋をするのが理想っす。さあ、守ります。まあ、守れるっすね。ここはネクロあって、ザッピー。まあ、ザッピーからのメガナイトの方がいいかな。悩ましい。これネクロのスケがね、こうタワーの横でうろちょろしてスパーキーが入るみたいなのがやっぱ嫌なんで。さすがにこう蓋してあげてね。さあ、スケートも頑張る。さあ、ゴブグアのね、このゲルム残ってる。で、これ2倍タイムとか入ってると、ここでスケルトンラッシュ打てるんですよね。あとは端前にスケキンつけると、はい、ここはもう一旦ね、知らない。これケツスパ来たら打っていいっすね。スケルトンのアリ地獄に。これ美味しいっすね。どう見たってこれでスパーキーって無能化するんですよね、スケラに対して。こんな感じで、だから低めスパーキーはチャンスだと思った方がいいですね。やべ、待って、キングに当たらないな。危ねえ。さあ、いいエイムだが、このカウンターがだいぶ怖い。まあ、しっかり後ろにユニット出して、これ徹底してくればいいかな。よいしょ。タルババプラスのメガナイトであのスパーキーでも溶けそうっすね。さあ、しっかりね、このメガナイトで公平さえ踏んでしまえば、この小屋のね、ちっこいのとかでジャイとかやっぱ溶かせる。俺もあれヤナム現代なんで、ヤナムって。さあ、ザッピーでも守れるし、ぬいって感じかな。ネクロとかね、あんま使わないんですけど、なんか使われたらすげえ嫌じゃないですかね。ジャイネクロとか、まあ、ゴレネクロとか、まあ、よく対戦してる方もね、いると思うんですけど、まあ、ネクロね、まあ、使われて嫌、
嫌な状況ね。ちょっとこっちもやり返せばいいだけなので、わあマジで嫌だそれ、やばい。これ動作渋いかな。エリゴレライドラフェニックスつけられたら終わります。相手にされて嫌なことを俺もやればいい。クラロワはね、もうそういうゲームです。本当にゲームってそうか、自分がされて嫌なことを、まあ、対戦ゲームだと。こっちもね、やるのがね、仕事みたいなとこある、大事なんだ。これ一旦ね、ソウルコールしといた方がいいね。ライドラの感電をこう、ネクロとザッピに行かせないように。で、これもう、溜まってんで、エリゴレ系はね、これ陸受けがきついはず。延命したい、この樽で。いけ、ネクロ、うおー、残ったよ。微妙か、いや、よし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 、いや、しかもだいぶだいぶ頑張ってる。ザッピーも頑張ってるのか。さあ1本折れます。こんな感じで折れるのはラッキーっすね。エリゴレでも、エリゴレ守れるかな。さあ、まあでもされて嫌なことをしましょう皆さん、はい、嫌われましょう。クラロワではね、嫌ですけど、いや僕もしたくはないんですよ本当に。相手が嫌がることはね、したくない。本当にしたこともない、人生でそんなことしたことがないけども、ね、クラロワはね、します。得意です、大好きです。はい、でしっかり筋肉動、はい、意識高いです。はい、後半を見据えての、ね、守ろうという意思です。でここのスケギンのスキルはさすがに意味がない。っていうか相手スキル入ってんな、エリゴレに。エリゴレにスケって珍しくないですか。でまあこれ守るっつったっすけど、守れません、あの多分ですけど。右サイドね、これフルで形組まれたら守れないと思うんですよね。なのでちょっと左側でね、こんな感じですね、仕掛けちゃいます。そしたら相手はね、これはメガネザッピー守んなきゃってこうなるんですよ。ってところを、よしよし、この後ね軽く守る。こんな感じで形をちょっと作らせない。あ、やばい、ネクロ行かれる、ごめん。文句をね、久しぶりに見たことによって対処がちょっと分かんない。さあ、まあ、ネクロはね、あの可愛いんだけどね、気に、はい、さあ耐えますよと。で五分小屋がね、そこそこに陸行きでは優秀なんだよ。危ない危ない危ない、形組まれるとね止まりませんから、エリゴレとかには逆を組んだ方がいいですね。よいしょ、まあ、ネクロザッピースケキンとかで、まあ、守れるエレジャイとかには同サイの方がいいですけど、守れねえよっていう、ただただユニットやられるよって場合は逃げです。逃げの逆サイ。さあ可愛いアイゴレ、うん、まあ、メガナイトもね最近は特別強いわけでもなく、まあ、アルチでもねちょっと少ないかな。ここ最近はやっぱエレジャイがまた流行ってんでね、気持ち少ない気がする。まあでもこれだとエレジャイに戦えるんでね、まあ、にゴルナイに散らかされちゃいますけど。さあザッピーフェニはまあ分からんけど、ゴボガーがダメージ稼いでくれますね。さあファルチ、でもこれ5コストを逆サイに割いてるんですよ、まあ、お互いね。ってことはまあ大体コストが一緒なわけですよ。これでも左側攻めちゃってもいい気もするんですけどね。ファルチェにはねやっぱスケギンとか弱いんで、その逆サイとかに攻めてあげて、逆サイ来たら、メガネいたるよ。いやーボーラーはね嫌ですけど、それこれ溜まってんでね、溜まってるなら使おうぜと。綺麗に抑えられていく、まあ、相手スケラかな、なんかスケラフリーズみたいな顔してます。さああのボーラーどうしようかな。あ、1体仲間外れザッピー、あ待って、なんで2体、えそこ、そっちが当たっていく。さあこれゴブガヤ後ろでいいな、対スケラなのでフリーズなので、まあ、ネクロとかゴブガヤとかは相手はね、まあ、凍らせることはできるけど倒すことはできないんですよ。さあでまあどうしようかな、ファルチェボーラーね、ボーラーを左サイドに使わせての右サイド突破とか、まあそんな感じっすよね。うん、まあ一旦出すか、これ最悪組んでもいいっすね。
って踏みます。なんかスケキンのもう貫通してタワーにダメージ入れられそうだった。これネクロとかねものすごい出したいんですけど、ゴルナイ走ってくるんだよ。これ走り終わって追加しちゃう。でソウルコールまで行っちゃう。いや何打ちてえな。うわこれやばいよやばいよこれ。低めと高めでこれ分けてね。でフリーズ来てもあるでね。よしよしよし。さあでここでちょっと左サイドに行きます。そうすると相手これボーラーをね避けにくいんですよ。どっちに避く？ああいい受けだな。一応ソルコール使ってザッて一瞬バグたい。卵ネクロワンチャン残しそうだ。よしよしよし。でここに来てマジでの左サイドちょっとうざそうじゃない。投げ取ってネクロ。うわーまあこれこれなんかおおなんか飛んでる。むずいな。ユニットがねファルチェボーラー全部残っちゃうんで、ちょっとこんな感じで両サイドね攻めていこう。まあ片方メガナイト片方スケキンが理想っすね。でこれなんか相手からしたらだいぶきついぞ。あ早めのフェニックス偉いっすね。まあでもこのネクロにスケルトンラッシュを組み合わせてもいいが、いやこれはこっちで良さそうだ。いやマジでメガナイトお前運動音痴だ絶対に。にょ、あでもスペラーさ打つだけでだいぶ入ってくれんな。あれもしかして左がさあだいぶ怖い。マジでだいぶ怖いけど五分小屋があることによってちょっと安心。あマジでえこれなんか上側がすごい激しそうだけど大丈夫かな。いや待ってボーラーの貫通ガチでやばい。あれやらぬってマジでやばい。いやゴルナイ、ゴルナイのやばい来る。鬼が来る。来ない。マジで一旦耐えあのあれのダメージなんぼ。あのやなめあ108あるじゃん早く言ってやぶんねこれ。まあ逆サイドにねちょっと振ってたのは良かったっすね。こういうねインテ残るなマジ逆サイ攻めなきゃやってらんないっすね。危ない。さあ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 両サイ攻めできるのがねこのデッキの強みみたいなところもありますね。さあ枯渇おいえずるやんなんかマジあの前で逆行くな。ネクロ真ん中に出してよかったな。スキリン残ってほしいな。やれうん。まあ、ソウルコールだけ使っても良さそうだけどゴブリンとかで綺麗に処理されるかな結局。まあでも暇なし使っとくか。さあまあ柳雨タルババあるんでまあ攻めで柳雨使って防衛でタルババが理想ですかね。まあでもサイクルがちょっとだけ追いつかないのでまあ序盤は両方守りに使いつつの耐えですね。一旦耐えて2倍タイム入って多分形組めばね勝ちみたいなシチュエーションになりそうなんだけど、うん、端前プリンだけ投げればもう何も怖くない。さあ前行ってくる定位置潜るな。いやー痛いって。でネクロはケツから出しちゃうとロケ打たれちゃうと思うんですよね。だからまあ出すならスケキンから出すか、まあ、ロケ打たれてもいいような削られてないサイドに出したいですね。やめてもいいけどな。もう打たなくていいか。すごい生き生き飲んだ。ザッピーちゃっちゃやらしてもよかったけどこれ俺の把握だときつい。マイティがいないんでこのメガナイタネクロっていう受けがきつい。で後ろにゴブリンを出すんです相手は。後ろじゃないネクロの後ろに出すと思ったんですけどあれ
これはなんか大チャンス、いけ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 、あふれろ。いやー、攻めながら打ってもいいけど、打たんでもなんかだいぶだいぶあふれてる。よし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 、さあ形組んでるだけで大ダメージですね。でまあこれどうしようかな、まあ、右サイズでもいいんですけど、右サイはあれを使おうかなと思って、メガナイト、よいしょ、はいはい、もうこんな感じでねセパしてあげて、でもこれだけで相手マジきついっすよ、もうすべてが、よいしょ。あ、でこれ、あー、ソウルコール打って大砲壊したかったのに、あれなんかめっちゃ綺麗に守られてる。あ、これ金魚されるガチで、あのプリン飛ぶんですよ。なのでここは攻めて使わせない方がいいのか、美味しいやな、よし、そうそうそう。でまあ負け筋は、まあ、このバレルが刺さるぐらいだけど、うん、さあ255なので、ヤナメが123ぐらいだったな、さっき。うわ、なんか絶妙に届かん、うん。さあ削られたくない顔をね2にして、ああれかな、海ヤナメ現代ですよ、おい。さあいいね、枯渇に対してはこのヤナメ取るババがいいっすね。ガゴ系とかにもね、スケブとかも全部飛ばせるし便利っす。よろしく。マジただただ強いっすね、メガナイトネクロ五分小屋。さあ小屋置いていきます、置いとけばいいんだね。うわー、本当に渋いな、マジで。このカネさんって人めちゃくちゃ子さんの人じゃないかな。三重子です。うわ、三子はもう粘るしかないね、粘るしかない、ガチで。どうしよう、まあ左サイスケキンの右メガナイトで踏むケース、まあこのスケキンとメガナイト2枚あるのはでかい。一応ソウルコール使って、でスケラはね、30死ってね、スケラの息がねきついんですよね。嫌な誘導してくるな。でこういうとこにちょっとチョックかけてきます。でメガナイトで圧を与えていくよ。うわ、うまい、え、さすがに、いやー、まあ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 、こんな感じ、マジ耐えるしかないですね、30死には。耐えれるならネクロ、たまたまスケルトンこっちに、よし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 。これさ、いやマジ行きたくなるんすよね、行ってもよかった気もするけどな。ちょっとゴーストはね強い。さあもう耐えるっすね、本当に。エリポンはだからもうガン無視で、あ、でもさすがにあれは壊しに行きます。てかまあ単体スケルでもよかったけど、まあ、これで壊れるんで、で言うのは処理したい、これで。よしよしよし、でこのちっこい攻めでダメージを稼ぎます。はい、でマジで暇のやだめ、暇すぎるかな今の。さあ右側で左は踏めばいいよねの、ちょっと上手いなるわ。いやマジ耐えてほしい、それこれ危ねえ、これ使えてなかった、ちょっと怪しかったっすね。いやアイゴレ誘導のそのうまいっすね。いやでもこれは打っていいはず、よし。いやでっかいメガナイト。さあスケラーはねマジランダム上げで強すぎるので、まあ、耐えれば勝てますね。これスケキンがいなかったらね、だいぶ渋かったっすね。スケキンメガナイトは2枚立てなんで、まあ、できたことっすね。ナイス。さあ、というわけでこちらメガナイトスケラーね、ぜひやってみてください。スケキン持ってなかったら、まあ、ダクプリかバルキリーか、まあ、ダクプリかな。はい、ぜひやってみてね。では、お疲れちゃんです。またね。